けましておめでとうございます。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の献立はもちピザです。教えてくださるのは島津さんです。よろしくお願いします。そして、今月の器はこちらです。阿蘇市内の巻にあります如月窯さんの作品をお借りしてきました。如月窯さんは、今月の1月16日火曜日から21日日曜日まで熊本県の伝統工芸館で阿蘇熊本復興陶芸家作陶展ちなりをテーマにした作陶展に参加されます。ぜひお近くの方は行ってみてください。如月窯さんの紹介は最後に載せております。ぜひそちらもご覧ください。さあ島津さん、はい、今日はお正月にぴったりですね、はい、お餅いっぱいありますから、はい、餅ピザということで、はい、で、はい、では早速一応お餅ですけど、はい、こういう感じでですね、はい、これを全部切っていって、はい、あと材料をちょっと全部切ってからあのフライパンの方に持っていきたいと思います、うん、はい、あとベーコンですね、はい、そしてミニトマト、はい、普通のトマトでもいいです、うんうんうん、たまたまこれがありましたので、うん、そしてピーマン、ピーマンです、うん、あの細く、うん、一応千切り、まあ、千切り細切りでお願いします、うん、はい、でこれで材料は全部、はい、それとこれにチーズ、上にのせるチーズですね、はい、が入ります。じゃあこれがこれで準備 OK です。この具が乗るわけですね、はい、結構ボリュームあります、はい、うん、高菜がねやっぱり阿蘇らしいですね、はい、そうですね、はい、ちょっと楽しみです、はい、ではこの後もう焼いていく、焼いていきます。はい、火はもう弱で、はい、お願いします、うん、これにお水なんですけど、お水、はい、はい、ちょっと蒸すような感じになりますので、うん、お水ですね、水、はい、はい、でもう蓋をします。はい、蓋をして2、3分、柔らかくなるまで、はい、はい、その後材料を乗せていきます、はい、ではそろそろあいい感じに、はい、柔らかくなってきましたね。ではここで市販のピザソース、あ、そうです、そうです、はい、高菜を最初に入れます、はい、はい、ピーマンいきます、はい、そしてベーコンですね、ウインナーとかサラミとかでもいいと思いますので、うんうん、はい、はい、でトマトが入りました、はい、そして最後に、はい、ピザ用の、はい、ピザ用のチーズですね、はい、チーズ、これで蓋をして5分ぐらい、5分ぐらい蒸し焼きにします、はい、おいしくなーれー、はい、出来上がりました。もちピザの完成です。では皆さん改めまして今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日もたくさんのご馳走をありがとうございます。いただきます。いただきます。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市内の巻にある如月窯さんの器を使用しています。如月窯さんでは象眼や焼き締めの手法を取り入れた
繊細で女性らしい作風が人気です。